高校通算45発の強打者で、投げても最速153キロを誇る今週のドラフト候補、東方、東京、の森井翔太郎遊撃手、3年、が進路をメジャー球団に絞ったことが20日、分かった。9月上旬に家族で渡米、6日間の視察を経て決断した。現在、米4球団からオファーがあり、さらなる絞り込みを経て、マイナー契約を結ぶ見通しだ。 高校通算45発の強打者で、投げても最速153キロを誇る今週のドラフト候補、東方、東京、の森井翔太郎遊撃手、3年、が進路をメジャー球団に絞ったことが20日、分かった。9月上旬に家族で渡米、6日間の視察を経て決断した。現在、米4球団からオファーがあり、さらなる絞り込みを経て、マイナー契約を結ぶ見通しだ。 雰囲気ある左打ちの打撃フォーム、自らの目で見て決めた。だから迷いはない。スポーツ報知の取材に森井は表情を引き締め、進路をメジャー球団に決めた理由を語った。自分の夢であるメジャーリーガーとして活躍するために、一番可能性が高いと思いました。マイナーから這い上がるのは、並大抵のことではないと思っています。 1A の試合も見てここでやっていくんだという明確なビジョンができました。偏差値71の難関進学校で小中高と学んだ大気。多くのスカウトが打者としての将来性を評価する中、米大学進学、国内プロも視野に入れ、2日にはプロ志望届を提出。進路を熟考してきた。日常会話には困らないレベルまで英語も上達。米国ではメジャー、 一英を観戦。米大学の施設を視察した。そして覚悟を決め、直接の MLB 挑戦を選んだ。過去、ドラフトで指名漏れした高校生が MLB 球団とマイナー契約を結んだ例はあるが、有力候補の直接メジャー挑戦は極めて異例。10月24日のドラフト会議で森井を指名候補としてきた国内球団に、 東方サイドはメジャー挑戦の決意が固い胸を説明する方針だ。夢に挑戦するチャンスが巡ってきて、ワクワクしています。米国で選手のレベルの高さを感じました。下から一つ一つ、這い上がっていきたいと森。正々堂々、大いなるチャレンジに臨む。NPB を経由せずメジャー挑戦した主な選手。マック鈴木、投手。 滝川にを中退し、16歳で渡米。93年にマリナーズとマイナー契約。96年に NPB を経由しない日本人選手で初のメジャー出場。延べ5球団を渡り歩き、MLB 通算16勝。山口哲也、投手、横浜賞から2年に D バックスとマイナー契約。ルーキーリーグでプレー後、05年に巨人などの入団テストを受験。 同年の育成ドラフト一巡目で巨人入団。07年開幕後に支配下登録。8年から9年連続60登板以上のプロ野球記録を受立。田沢淳一、投手8年に新日本石油エネオス、現エネオス、からアールソックス入り。日本のアマ球界からのメジャー契約は史上初。MLB 通算388登板で21勝。 89ホールド。13年にアールソックスの世界一に貢献。森井翔太郎、森井翔太郎。2006年12月15日、東京府中市生まれ。17歳、東方小1年時に住吉ビクトリーで野球を始め、2年時から武蔵府中リトルに所属。4、5年時に全国 V、6年時にライオンズジュニア選出。 東方中では練馬北シニアに在籍後、1年秋から同校軟式野球部でプレー。東方では1年夏から3塁のレギュラー、2年秋から遊撃手。183センチ、88キロ、右投げ左打ち。